鳥羽市立教、浦中学校は、かつて、三重県鳥羽市にあった、公立中学校。鳥羽市立鳥羽東中学校に統合され、2014年3月31日をもって閉校した。閉校直前の2014年3月25日、現在の生徒数は2人で、同年3月の卒業生を含めると10人であった。全校生徒は、 例年20から30人という小規模校であった。この小規模校の特性を生かした、きめ細かな指導、確かな学力の育成が模索されていた。生徒の祖母のほとんどは雨をしているが、生徒の生活は、地域の産業から離れつつあり、漁業体験、調査学習を通して、漁業と自分のつながりを実感していた。は、伊勢湾にある生浦湾を見下ろす高台にあり、 飛ばし橋浦地区の避難所、一時立ち抜き場所になっていた。三重県の想定では、東南海地震、東海地震、南海地震の3地震が同時発生した場合、生浦湾に最大3.23メートルの津波が押し寄せるとされており、2011年6月9日には隣接する鏡浦小学校と合同で避難訓練が行われた。 地元で開かれる柿の国祭りに協力者として名を連ねていた。鏡浦中学校では海と関わる学習活動が行われていた。1999年度から地域で盛んな柿の養殖体験を行っていた。2001年から総合的な学習の時間を利用するようになり、年度を追うごとに漁業体験、干物や柿料理作り柿販売など、 活動の幅を広げ、2010年には年間を通して様々な実習、調査活動を組み込んだ。この活動には学校の近くにある海の博物館との連携も重要な役割を果たしていた。2010年からは総合学習を利用して地元の漁師が行っている生浦湾のアマモ場の保存、再生事業に環境教育と絡めて積極的に関わっていた。アマモを含むモバは 海のゆりかごと呼ばれ、稚魚の生育に必要な環境である。2011年2月17日に、海の博物館で開かれたアマモバの再生を目指して、漁業者と参加中学生の交流に参加した。この会には、マトヤ湾で同じくアマモバ再生を行っている、島市立マトヤ中学校や、漁業関係者、 三重大学生物資源学部の教授ら約120名が参加し、地域間、世代間を超えた交流が行われた。同年6月6日には、浦村町の小白浜海岸でアマモ移植体験を行った。この海岸は、ゴジラは、まト読み、映画、ゴジラの第一作のロケ地になった場所の近くでもある。旧、京浦中学校の学区飛ば立京浦小学校と、 同じであった。学区は上記の2丁だけであったが、通学に約1時間かかる生徒もいた。平行までに2808人が卒業した。ありがとうございます。